鶏ささみの唐揚げネギ、ね、塩ダレの完成でございます大変申し訳ございませんおはようございます幸せに生きると書いて昴成ですはい今日はですね鶏ささみの唐揚げネギ、ね、塩ダレを作っていきたいと思いますこのネギ塩ダレがもう病みつきになるんですよねはいそれでは早速 作っていきましょう私、厚生校長が開発期間4年、試作数700個以上かけてこだわり抜いたバスクチーズケーキのネット専門店を開業しました。下の概要欄にショップページを貼っておりますので、ぜひ楽しみにお待ちしております。 まずは材料のご紹介をしていきます。材料はこちらです。鶏ささみ、塩、白胡椒、料理酒、濃い口醤油、おろしにんにく、片栗粉。今回はこちらの材料で作っていきます。白胡椒はホワイトペッパーを使っています。昔から基本的には白い肉には白胡椒、赤い肉には黒胡椒と言ったりします。白い肉とは鶏肉や魚、赤い肉とは牛肉や豚肉などを刺したりします。白い肉には見た目を損なわない白胡椒がいい、風味もマイルドで肉の繊細さを引き立てます。 赤い肉には風味が強くスパイシーな黒胡椒がマッチし、旨味を引き立てるとともに見た目のアクセントにもなります。もちろん例外もあります。塩と胡椒なしで、塩と胡椒が一緒になっている味付け塩胡椒で代用しても大丈夫です。砂糖とうま味調味料が入っていますが問題ありません。料理酒は食塩無添加のものを使うといいと思います。清酒と言われるものですね。食塩が添加されているとレシピが変わってきたりするので注意が必要です。原材料名を見て塩が入っていなければ大丈夫です。 ももししし塩が入ってててていいるものののをを使う場合は他調調味料の塩分を減らしてからか微調整してみてくださいおろしニンニクは生のものを使うと香りが良くなりますが手間がかかります。チューブのものを使うと生のものよりも香りが落ちますがすりおろしてあるので楽です。気分によって選んでいただいて大丈夫です。続きましてネギ塩ダレに使う材料をご紹介していきます。水、レモン汁、ごま油、塩、砂糖、鶏ガラスープの素、おろしにんにく、青ネギ、こちらの材料で作っていきます。鶏がらスープの素を なかったら味の素などの旨味調味料で代用していただいても大丈夫です味の素は純粋にグルタミン酸という旨味成分だけなので余計な風味を加えたくない場合に使用したりしますそして鶏肉には鶏ガラで取った出汁を合わせることで風味豊かな仕上がりとともにグルタミン酸とイノシン酸の旨味が組み合わさった相乗効果でさらに深い旨味を引き出すことができます鶏ささみをさばいていきますまずは表面についている薄皮を剥いていきますこのように手でまな板に貼り付けて 包丁の背でこそいであげると簡単に薄皮を取り除くことができます。 余分な油などがあったら手で取り除いておきます。ささみはこの太い筋が口に残りやすいので軽く筋に沿わせて切り込みを入れたら筋の面を下にして筋を手で押さえて包丁の背を使いグッと筋に身がつかないように右にスライドさせてこれぐらいになったらあとは包丁の背で筋を押さえて筋を思いっきり引っ張れば筋を取り除くことができます。筋を取り除いたら形を戻してあげると綺麗な形になります。 包丁での処理が難しい場合は手を滑らせて薄皮を剥いで、 太い筋は軽量スプーンなどの小さい穴に筋を通して筋が滑りやすいのでキッチンペーパーなどで筋をしっかり持ってから思いっきり引っ張れば簡単に太い筋を取り除くことができます穴が太い場合は筋に肉がくっついてこないように左手でつまみながら引っこ抜くと綺麗に取り除けます密集したら体積が大きいほど内部の水分が外に逃げにくくなってよりジューシーに仕上がるのであえて小さく切らずに丸のまま唐揚げを作っていきますボールの下に 布巾を敷くここととにによってて滑らずに安定して作業すすることができます唐揚げの調味料を合わせて事前に混ぜ合わせておくと味のブレが少なくなりますドリップは肉や魚の保存中や解凍時に出る水分や肉汁でそのまま調理すると味が薄まったり臭みが出るため事前に軽く拭き取ってから実験していきますただ超時短ご希望の場合はやらなくても大丈夫です全体に調味料が回ることを意識しながら揉み込んでいきます ニンニクの香りの主成分であるアリシンは揮発性なので、できるだけ香りを閉じ込めたくて、最後に加えていますが、調味料と事前に混ぜ合わせておいても大丈夫です。調味料をまんべんなく揉み込んだら、ささみを元の形に整えて、ラップをしてから15分間漬け込んでいきます。漬けている間にネギ塩ダレを作っていきます。 ネギをを洗っったら水気を拭きき取っていきます。ネギはカットされているものを買うと楽でロスが出にくかったりします乾燥した部分を切って取り除いていきます刃物は真下に落としても切れません押すか引くかすることによって初めて切ることができます真下に落とすと繊維が潰れてちぎれて水分が出て傷みやすくなるのでお気をつけください ネギを塩だれの中に入れて混ぜたら、ネギ塩だれの完成です。時間になりましたら、ささみに片栗粉をつけて、揚げ焼きにしていきます。余分な片栗粉がついていると、粉っぽくなったり、片栗粉が水分を吸収しすぎて、サクサクにならなかったりするので、余分な片栗粉は落として入れるようにします。唐揚げなので、揚げ油でもいいのですが、油と時間を節約するために、少なめの油で揚げ焼きにしていきます。油が温まったか確認するには、乾いた菜箸の先を油につけて、 いいシュワシュワと泡立つくらいであれば170度ぐらいなのでそのタイミングでささみを入れます高温短時間で火を通すことで周りはこんがり香ばしく焼けて中身がジューシーに仕上がります入れる前にある程度形を整えて焼くと綺麗な形に仕上がります表面が焼き固まる前に鶏肉を動かしてしまうと片栗粉が剥がれてしまうのである程度焼き固まってから動かします大きいトングなどを使って裏返すと片栗粉が落ちやすくなるのでフォークを2本使って裏返すのが おすすすめです裏返すタイミングは縁の部分がこんがりと色づいてきたら頃合いになりますこの時点でしっかりめにこんがりと火を通しておくことでネギ塩だれと和えた時にサクサク食感を保つことができます いい感じに火が入ったら取り出して余分な油を切っておきます次のささみを焼く前に焦げた片栗粉などを綺麗に拭き取ってから焼くことで次のささみも綺麗に焼くことができますこの時点でサクサクジューシーでかなり美味しいです最後にネギ塩だれを絡めていきますしっかり焼いているので衣が剥がれずタレがしっかり絡みます 盛り付けていきます最後に黒胡椒を上からかけたら鶏ささみの唐揚げネギ、ね、塩だれの完成でございます大変申し訳ございません家にあるご飯もお酒も進みすぎて全てなくなりますダイエット中に脂質が欲しくなったらがっつりしつつヘルシーですので罪悪感なく美味しく食べることができますこの見た目がすでに美味しそうですねいただきます いや、うん、まっいや、もう、めちゃくちゃうまいです、これ。鶏ささみに片栗粉をつけて、表面をしっかり揚げ焼きにしているので、食感がサクサクしていて、そこに、やみつきネギ塩ダレが絡んでいるので、もう、いかれたうまさになってます。揚げ物にレモンが効いてさっぱりしている、ネギ塩ダレを絡めているので、もう、いくらでも食べれる美味しさになってます。箸が止まらなくなるので、ご注意ください。こちらの料理は、後でゆっくりいただきます。あー、幸せ。 食材に感謝ごちそうさまでした。この動画が良かったらぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。